メジャーでホームランを打つことの難しさっていうのはどういったところにあるんですか？球速い、やっぱ力強いし、うん、はい、球が速い、やっぱ日本のピッチャーとまた違うボールの動かし方とかありますんで、すごいタフなこと、大変なことだと思います。まあ、それをまた二刀流でやられてるっていうのはすごいよね。二刀流もすごいけど、大谷さんの存在が本当に今いいですよ。川崎さんもメジャーで、はい、ホームランを僕も打ちました、はい、大谷さんと同じです、はい、でもあのメジャーのボールってこう皮の質が日本のとはまた違うじゃないですか、はい、でそれでこう、まあ、変化球の動きどうのこうとかいろいろあると思うんですけど、打つ方に関してはそれってなんかこう影響ってあるんですか？飛びやすかったりだとか。ないですよ、ちゃんと公式ボールなんで飛びやすい飛びにくいは全くないですね。特にそういうのは普通に公式ボールです、ちゃんと。メジャーだから飛ぶとかもないし、本当に。まあ、でもその中でもじゃあまあ、日本時代の大谷選手と、まあ、今のメジャーリーガーとしての大谷選手の何かこう、まあ、もちろん体の大きさっていうのは見てすごく変わったなっていうのは分かるんですけど、こう 技術的な面での変化っていうのは何かありますか？まあ、僕はあまり日本の時は知らないので見てないから分からないのが正直かな、はい、なので日本のことを知ってる、どうですか？まあ、日本の野球のピッチャーっていうのは振りかぶってからホームに投げるまでの間隔が長いんですよね、はい、しっかりとこのフォロースルーが長いので、うんうんうん、でもアメリカっていうのはメジャーの方はここからセットポジション入ってそこからホームに投げるまでがもう野手のようにもうガチーンって投げてくるんですよ、うん、はい、その分僕らっていつもこう詰まらせてて、うん、大谷選手は去年ノーステップで打ってたと思うんですよね、はい、僕もそれを経験したことがあって、ただノーステップっていうのはこっちは止まってずっと待ってる状態なのでリズムが生まれないんですよ、うん、でも去年1年間大谷選手そのノーステップで打って成績があまり多分出なかったと思うんですよね、うん、でも今年そのリズム取らなかったことによって何か多分掴んだと思うんですよ、うんうん、それは僕会話しないか分からないんですけど、うん、今年に関してはその中でのリズムをうまく使ってしっかりと軸で回転できて打ててるっていう、もうシンプルにバッティングをしてるイメージですね、うんうん、はい、ってことはこのタイミングの取り方であったりリズムにおける何かこの変化っていうものがあったっていうこと、はいはい、うん、まあ、今それこそじゃあ打つ方もそうですし投げる方でも本当にこう二刀流として大活躍されてるわけですけど、もう一番最初大谷選手がこうメジャーで行く際二刀流は無理だろっていう、こう否定的なといいますか、まあ、マイナスな意見がものすごく多かったと思うんですけども、今実際にはその意見ってもうほぼほぼ消えてるわけじゃないですか。そのお二人は大谷選手のですね、こう二刀流での活躍について、二刀流でやられてることについてはどのように思われますか？僕はもう大賛成ですね。見たいから、彼が投げてるのを打ってるのも見たいので、それでたまにレフトでも守ってくれるじゃないですか、はい、うん、またそれもいいですよね、守りもしてほしいなと思う。ショートも守れるはずだから、そろそろショートも練習してんじゃないかなと。なんか中にはこうどっちで行った方がいいっていう意見もいろんな方が言われてたじゃないですか、元プロの方とかもをはじめたくさんの方が。もうそういった意見はどっちに専念とかっていうのは、うん、まあ、先輩たちがやる言うことも合ってると思います、うん、それ野球を本当に一生懸命やってきた先輩たちが言うことなんで、大谷選手のことを思って言っていることだと思うんですけど、うん、もう僕はもうぜひショート守ってほしいと、まだ未だに思ってるんで。ショート、うん、ピッチャーして、はい、次はショート守ってほしい、はい、はい、守れます。ショートとポジションに立っておけばいいだけですか？そんなことはないですよ。大丈夫です、そんなことはないですけど、やってほしいなと思います。僕個人的な意見としては本当に怪我をしてほしくない、はい、もうこの世界に1年でも長く大谷選手というプレイヤーを見たい、